ュージック高等専修学校に通うリアル女子高生アイドルユニットサンプロジェクトです。はい、私たち、はい、私はです、サンプロジェクト7期生リーダーチームマイド3年生の近藤萌です。はい、ソーンプロジェクト副リーダーチームソーダ3年生の清水萌です。はい、ソーンプロジェクト7期生副リーダーチームマイド3年生の新しわかです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。本日は7期生初放課後ライブボリューム35第1部にお越しいただきありがとうございます。本日は7期生初の放課後ライブということで、メンバー全員緊張しているんですが、皆さんに最後まで楽しんでもらえるように、精一杯全力で、そしてガンガン飛ばしていきたいと思います。ガンガン、皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そして騒音プロジェクト7期生は新体制となって、はい、今年も元気すぎる、はい、もう元気で元気で仕方がない、1年生が入学してきてくれました。ソーンプロジェクトを、はい、履修してくれた、そう、あれ違う、間違えた、1年生たちです。1年生ですね。イエーイ、イエーイ、はい、どうぞ。イエーイ、かわいいな、かわいいね、フレッシュな。はい、そんな1年生も含め大阪102名、はい、東京46名、はい、福岡19名の総勢167名で、はい、ソーンプロジェクト7期生頑張っていきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、7期生は新体制として私たち3人を含め、各チームキャプテン、副キャプテン、本部長を中心に7期生としていっぱいね、いろんなことをね、はい、していきたいね、ゆかちゃん。はい、そうですよ。いきなり降ったけど ね、急にびっくりしたわ、ゆかちゃん。急に降ってくるやと思って、目が合っちゃったから冷や汗かいたわ。冷や汗かいた、ごめんな、ごめんな、勝手に降っちゃった。はい、ということですね、はい、ね、頑張っていきたいなと思っていますので、はいはい、皆さん、7期生の応援を最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速ライブパートに戻りたいと思います。はい、はい、6期生ラストライブでね、発表された新しくなったチームのパフォーマンスを見ていただきたいと思います。はい、3曲続けて聴いてください。それでは聴いてください。7期生チームワンハートで乙女シンドローム。
6期生の頃の笑顔とか元気を残しつつ、はい、7期生らしい熱いパフォーマンスを見せれるように、はいはい、3年生を中心にねこれから頑張っていこうと思っております。はい、そして皆さんにもっともっともっといろんな子を知ってもらいたいので、もっと私たちも全力でパフォーマンスをして一人でも多く覚えてもらえるように頑張りたいと思いますので、皆さんこれからもワーハートの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ですね、チームソーダにバトンタッチをしたいと思います。はい、それでは聞いてください。7期生チームソーダでノーリグレット。数字の夢信じまえ
ソードキャプテン3年生の村田桃子と、はい、ソーンプロジェクト副リーダーチームソーダ3年生の清水萌です。よろしくお願いします。はい、7期生チームソーダでノーリグレットを聞いていただきました。はい、ありがとうございます。はい、7期生チームソーダはいろいろな個性が集まっていて、はい、ジャンニーなんかな。何？一回のワンハートにな行っちゃったのに。可愛くなって帰ってきました。頑張ってますって。はい。そんなあのチャンディみたいなね、あの、もともとチームソーダにいて、別のチームに移籍してまた帰ってきたメンバーとか、新しくあのソーンプロジェクトを履修してくれたメンバーも何人かいて、あのすごい新しい風があの吹いてきたので、なんかすごく、うん、協力し合って、はいね、みんなであの切磋琢磨し合いながら成長していきたいと思います。はい、これからチームソーダの応援をよろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれでは、ね、次はあの個性すごい豊かなチーム、うん、豊かすぎる、はい、豊かすぎるあのチームマイドのメンバーに、バトンタッチをしたいと思います。はい、はい、それではどうぞ。それでは聞いてください。7期生チームマイドでラブラブラブリー。初めて君とって会う
年3年生の前川圭と、はい、ソーンプロジェクト7期生副リーダーチームマイド3年生の新若です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、7期生チームマイドはこのメンバーで頑張っていきたいと思います。はい、ちょっとね、お察しの方もいるかと思うんですけども、うん、ちょっと我が強いというか、あの個性のね、主張が激しいメンバーが結構多い感じもするんですけれども、そうですね、だからこそね、でもお互いを高めるね、そんないいチームだと思っているので、はい、頑張りたいと思うんですけれども、はいはい、あの6期生のチーム前ではね、うん、あの熱さと面白さっていうちょっと印象が強かったかなと思うんですけれども、はい、7期はね、あのこの個性をね、どん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 レベルアップしていって、はい、それを生かしてもっとエンターテインメント性に富んだ、はい、皆さんにたくさんの笑顔を与えられるような、そんな熱いチームにしたいと思っていますので、はい、これからもチーム前との応援をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、このね、うん、チーム振り分けというのはですね、はい、毎回ね、振り分けオーディションっていうものをね、はい、行われてね、はい、あの決まるんですけど、はい、プロデューサーさんの方からね、うん、あなたはワンハート、あなたはソーダ、あなたはマイドって、ね、言われてね、うん、この前のね、6期生のラストライブのね、はい、なんや、うん、発表された時はね、ここの上だったんですよ。そう、もうね、みんな移籍するだなんて思ってなかった、うん、思ってた、思ってなかった、思ってなかったよね。なかったよ。私なんてね、わーってなったよ。こけそうになった。わーってなった。びっくりして崩れ落ちちゃったよね。崩れ落ちちゃったレベルなんですけれどもね、はいはい、そのね、移籍するのはね、あの、うん、そこに課題があるからということで、はい、その課題をね、クリアしていくメンバーにも注目していただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。そして、はい、先ほども紹介させていただいたんですけれども、はい、新入生が今年もたくさん入ってきてくれまして、今年のね、はい、新入生ね、はい、すっごいレベルが高いんですよ。そうですよ。そうなんですよ。今ね、何曲覚えてんねやろうレベルで、わからがね、私3年生が1年のね、うんうんうん、今頃なんてね、5枚目しか踊れへんかったな。5枚目だけしか踊ってなかったんですけれどもね。ですけれども、はい、そんなね、今年もたくさん覚えててね。そうなんですよ。すごいね、レベルの高い新入生を紹介していきたいと思います。はいはい、新入生、集合！3年生の前田好美と、はい、チームソーダキャプテン3年生の村田桃子です。よろしくお願いします。はい、ここからはね、はい、ここにずらっと並んでおりますたくさんの新入生をね、紹介していきたいと思うんですけれども、はいはい、ね、今年もいろんな子が来てくれましたので、7期生一緒に盛り上げてくれる新入生もう早速紹介していきたいと思います。それじゃあね、はい、あの新入生のみんなを今から一人ずつ名前を呼んでいきますので、呼ばれたらみんなはーいって前に出て、みんなにね、もう顔と名前をしっかり覚えてもらえるようなアピールをしてください。はい、はい、よし、いいよ、元気出して、いいよ、いいよ。はい、それでは呼んでいきます。伊藤愛。はい、伊藤愛です。広島県から来ました。声と身長が低いです。よろしくお願いします。はい、めっちゃ低いもんな、うん、声な、見事に低かったな。うん、郷原瑞希。はい、郷原瑞希です。ジャズとヒップホップを5年間やっていました。よろしくお願いします。佐藤あゆか。はい、新潟県出身、愛知県から来ました佐藤あゆかです。水泳を9年間やっていたので、水中の中は大得意なのですが、陸はちょっと苦手です。今は足を怪我していて、ダンスはできませんが、精一杯頑張るので、よろしくお願いします。イエーイ。松野莉子。はい、松野莉子です。ニックネームはリコピンです。岐阜県から来たんやおね。よろしくお願いします。イエーイ。岐阜県ですね。かわいい。高木美桜。はい、キラキラスマイルがチャームポイントで、ビューティフルチェリーブロッサム担当として、皆さんに笑顔を届けられるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと個性が強いからね、すごいね、はい、この子な、すごかったね。花木さや。はい、花木さやです。特技は花の絵を描くことです。いつかとても自信があるので、いつか披露できたいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。お花の絵本当に上手ですよ、ね、二川なぎさ。はい、二川なぎさです。なぎティって呼んでください。オムライスが大好きで、最大5日間連続でオムライスを食べたことがあります。頑張るので、よろしくお願いします。はい、
5日連続は絶対無理好み。美味しかった？オムライス。よかったね、よかった。うん、入江千奈。はい。入江千奈です。チャームポイントは垂れ目です。一日でも早くこの顔と名前を覚えてもらえるよう頑張ります。よろしくお願いします。はい。かわいい垂れ目。小川セレン。はい、小川セレンです。世界のせいに恋と書いてセレンと読みます。3歳からヒップホップを習っていたので先輩に負けないようにもっとレベルを上げたいです。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。加藤瑞希。はい、加藤瑞希です。好きなものはオムライスとダンスです。オムライスとダンスってどっちが一番好きかっていうとやっぱりダンスです。よろしくお願いします。やっぱりダンスですって。井口美奈。はい、井口美奈です。美奈はカタカナで書きます。いちご狩りでいちごを40個食べるくらいいちごが大好きです。よろしくお願いします。かわいい、かわいい。40個いちごが40個ってかわいかったね、めっちゃ。それではラインチェンジしてください。はい、竹内和音。はい、竹内和音です。今年は毎日笑顔で元気に頑張っていくことを目標に頑張っていきます。よろしくお願いします。はい。田中彩香。はい、現在身長162センチ成長中と思いたい田中彩香です。よろしくお願いします。イエーイ。162センチか。美坂レミナ。はい、美坂レミナです。クッピーラムネが大好きで目をつぶって食べても味がわかります。よろしくお願いします。めっちゃさ、こんもいちゃんに似てるよな。もうあ、なんか分かる。同じ、そ、なんか同じものを感じる。もえちゃんと、かわいい。北野かな。はい、北野かなです。料理することが大好きです。でもそれ以上に食べることの方が大好きです。よろしくお願いします。はい、食べる専門ね。角谷みなみ。はい、角谷みなみです。愛知県から来ました。愛知県民だけど味噌カツは食べたことありません。よろしくお願いします。あ、イエーイ。田代春奈。はい、田代春奈です。歌うことが好きです。将来の夢はマルチに活躍できる歌手になることです。自分の歌、自分の声、自分の力でてっぺん目指して頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。かっちょいいな。西上凛香。はい、西上凛香です。私は魚のししゃもが大好きで頭から食べる派なのですが、皆さんはどこから食べる派ですか？また教えてくださいね。精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。イエーイ。どこから食べる派かな。山中美穂。はい、山中美穂です。福井県から来たんやざ。将来の夢は紅白歌合戦に出ることです。よろしくお願いします。かわいい。やざやざやざ。山口愛。はい、山口愛です。滋賀県生まれ、滋賀県育ち、滋賀県と琵琶湖が大大大好きです。皆さんに美味しい琵琶湖の水を届けられるよう頑張ります。よろしくお願いします。はい。かわいみお。はい、黒髪パッツン、高身長がチャームポイントのかわいみおです。ぜひ覚えて帰ってくださいね。よろしくお願いします。イエーイ。滝川楓。はい、滝川楓です。ロックダンスが大得意です。イエーイ。よろしくお願いします。え、すごい。こんちゃん無理だ、こんちゃん無理やった。こんちゃんちょっと無理やな、多分な。はい、それではラインチェンジしてください。松田美智香。はい、松田美智香です。将来は韓国で歌って踊れるアーティストになるために韓国語を一生懸命勉強しています。よろしくお願いします。はい、すごい、韓国語。奥田彩香。はい、奥田彩香です。将来の夢は歌って踊って演技もできるドラマになることです。ほんわかしてると言われますがダンスはバキバキ頑張るのでよろしくお願いします。イエーイ。辻のりほ。はい、辻のりほです。アイドルと作曲家とプロデューサーの掛け持ち目指してます。よろしくお願いします。イエーイ。元気だね。桑田愛香。はい、岡山県出身、桑田愛香です。猫が大好きで猫を飼ってるんですけど猫アレルギーです。ボッケー頑張るけ応援よろしくお願いします。後
藤真中。はい、広島県から来ました後藤真中です。辛いものを食べることと二度寝をすることが好きじゃけ、一生懸命頑張るけん真中のこと見とってね、よろしくお願いします。かわいいね、懐かしいな。もうじゃけん石森ありさ。はい、石森ありさです。リンゴが大好きです。将来の夢は女優です。表情や演技の練習を今しています。ダンスは苦手ですが精一杯頑張るのでよろしくお願いします。イエーイ。中井音葉。はい、中井音葉です。動物が大好きで犬を5匹飼っています。そしてさらにハシビロコウっていう鳥がいるんですけど、その鳥を飼いたいなと思っています。よろしくお願いします。イエーイ。鳥松下美咲。はい、松下美咲です。美しく咲くと書いて美咲と読みます。ありがちな名前ですが、世界で一番の美咲になれるように頑張るのでよろしくお願いします。イエーイ。松野凛音。はい、松野凛音です。特技は和太鼓です。と、いけるか。若さんと一緒に、はい、演奏したいなと思っています。機会があればよろしくお願いします。はい、若ちゃんと。瀬野桃香。はい、瀬野桃香です。クラシックバレエを5歳から習っています。笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。あら素敵。あら素敵。福留若菜。はい、福留若菜です。将来の夢が、テーマパークダンサーで、このソープロを通してその夢に一歩でも近づけるように頑張ります。よろしくお願いします。あ、はい、かわいいね。北村真由子。はい、北村真由子です。三重県出身、松阪牛コロッケが大好きです。元気いっぱいパフォーマンス頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。以上、7期生新入生大阪34名4名入りました。これから力を合わせて精一杯頑張っていきます。新入生の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではね、もう早速、はい、新入生のみんなには、はい、スタンバイしてもらいたいなと思います。はい、いや今回のね、この新入生は、うん、こう騒音プロジェクトの授業を履修して、うん、はい、約1ヶ月。そうですね、そう1ヶ月でステージデビューをするんと、うん、はい、するんですけども、はい、多分みんなね、すっごい緊張してると思うのでね、はい、なので皆さんにね、少しでも早く名前と顔を覚えてもらえるように一生懸命パフォーマンスをしていくので、はい、皆さんぜひ今日はね、はい、一人でも多くの新入生を覚えて帰っていただけたらなと思います。はい、はいはい、それでは曲の方に行きたいと思います。聴いてください、21st Century Girls。7期生チーム毎度3年生の新しい若です。よろしくお願いします。はい、今から歌わせていただく曲は私たち3年生が1年生の時にできた曲です。
1年生の時には分からなかった歌詞の意味は今になってやっと分かるようになりました。6期生のラストライブで先輩から副リーダーという大事なバトンをもらい、正直に私なんかが副リーダーが務まるのかと不安で心配で仕方がなかったんですが、いざ初めての練習を迎えるとすごくすごく同期や後輩は頼もしくて、そんな心配はいらないなと思いました。このメンバーなら7期生やっていけるなと心の底から思いました。まだ始まったばかりでどうなるかもわからない7期生ですが、最後まで応援していただけると嬉しく思います。そんな気持ちを込めて歌います。それでは最後に大切なこの歌を歌います。騒音プロジェクトで青の花束。坂道抜け
本日は放課後ライブボリューム35第1部にお越しいただき本当にありがとうございました。私たちはこれから先不安なことたくさんありますが、こうやって隣にいる仲間を信じて、メンバー全員を信じて、助け合って笑顔があふれるかっこいいチームになっていきますので、これからも騒音プロジェクト7期生の応援をよろしくお願いします。メンバー全員第2部も全力で頑張りますので、皆さんぜひお越しください。本日は本当にありがとうございました。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 本日は騒音プロジェクト放課後ライブボリューム35第1部にお越しいただき誠にありがとうございました。この後第2部もメンバー全員で心よりお待ちしています。私たちの全力